スチューベンカウンティは、アメリカ海軍の戦車揚陸艦。LST-542 級戦車揚陸艦の一隻艦名は、インディアナ州及び、ニューヨーク州のスチューベン軍にちなむ。LST-1138 は1945年1月6日に、イリノイ州セネカのシカゴブリッジアイアンカンパニーで、寄港した。1945年4月5日に、 ハッティアール・フォックス夫人によって浸水4月24日に収益した。完成が遅かったため本格的な戦闘には参加できず、LST-1138 は極東での占領任務に1946年1月まで従事した。戦後任務を終えると、LST-1138 は朝鮮戦争に従軍以下の作戦に参加した。 LST-1138 は朝鮮戦争の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。太平洋を横断する様々な任務の中で北はアラスカ州のバローから南はマーシャル諸島の高ン省まで様々な場所を訪れた。1955年7月1日、LST-1138 はスチューベンカウンティと命名された。 スチューベンカウンティは1961年2月1日に除籍され、8月11日にオレゴン州ポートランドのジデルエクスプローションズに売却された。ジデル社は退役軍艦の鋼材を利用して橋家を建造しており、スチューベンカウンティも解体されその鋼材を使用された。ありがとうございます。